リチャード・トレビシックは、イギリスの機械技術者で、蒸気機関車の発明者。一般には、ジョージス・チーブンソンが発明者と思われているが、講述するようにトレビシックが、実際の発明者である。コーンウォールの鉱山町出身で、若い頃から鉱山と技術に熱中。鉱山の親方の息子で、学校での成績は良くなかったが、鉄道の歴史に先駆者として、名を刻んだ。 最大の貢献は、世界初の高圧蒸気機関を開発したことで、さらに人間が乗れる大きさの世界初の蒸気機関車を開発した。初の軌道上を走る蒸気機関車を製作し、1804年2月21日、ウェールズのマーサー・ティドビルにあるペナダレン製鉄所で、初走行させた。その後海外に関心を向け、ペルーで鉱山のコンサルタントを務め、 コスタリカの一部を探検。浮き沈みの激しい人生で破産したこともあり、同時代の鉱山技師や蒸気機関技師との対抗関係に苦しんだ。前世紀には鉱山技師として尊敬され有名になったが、晩年は不遇だった。今日では工業界、工学界、鉄道業界でその功績がよく知られている。イングランドの南西部コーンウォールでも特に鉱物資源が豊富な地域。 カムボーンとレッドルースの間のトレガジョレンで生まれる。6人指定の末っ子だが、男子は彼一人だけである。当時としては188センチと背が高く、勉強よりもスポーツが得意な子だった。カムボーンの小さな学校に通わされたが、勉強には身が入らず、ある教師は彼について、反抗的で頑固で、甘やかされた少年で、頻繁に休み、非常に注意散漫と記している。 算数には才能を発揮したが、普通の手段で答えに到達することはなかった。父は鉱山の監督リチャード・トレビシックで、母アンティーグは甲府の娘だった。幼い頃からコーンウォールのスズや銅鉱山で深い行動から水を汲み上げる蒸気機関を見ている。一時期ウィリアム・マードックが近所に住んでいたことがあり、その蒸気車の実験に影響を受けた。 19歳の時鉱山で働き始める。熱心に働いたため、すぐさま若者としては、珍しいコンサルタント的地位を確立した。甲府たちは彼の父を尊敬していたため、トレビシックも人気者となった。1797年、ヘール出身のジェーン・ハーベイと結婚。6人の子を設けた。妻ジェーンの父・ジョン・ハーベイは、カーネル・グリーン出身の家事屋で、ヘールで、 芋の工場を営んでいた。その会社は、ニューコメンやワットの蒸気機関に基づいた、鉱山などでポンプとして使われる末置き型のビーム式蒸気機関の製作で、世界的に有名となった。当時の蒸気機関はニューコメンが1712年に発明した不圧型、または大気圧型で、一般に低圧蒸気機関と呼ばれる。ワットは、マシュ・ボールトンともに、 入庫面の蒸気機関の改良に取り組み、いくつかの特許を取得。中には、複数器を分離させた方式の特許もあった。トレビシックは1797年に、ワットの特許を回避するために蒸気機関に変更を加えたものを制作した。それに対して、ボールトンワット社は、差し止め命令を出した。また、コーンウォールの鈴鉱山でよく使われていた。 プランジャーポンプの実験も行い、プランジャーを逆転させることで、水力機関になることを発見した。1804年頃制作された、トレビシックの14号蒸気機関。1885年頃復元され、サイエンティフィックアメリカンサプリメント、ボリューム6、ナンバー472個のイラストが掲載された。その後、サイエンスミュージアムで展示されている。経験を積むに従い、 ボイラー技術の進歩によって高圧蒸気機関を安全に製造できるようになってきたことを理解した。ストロングスチームとも呼ばれる高圧蒸気機関を考えたのはトレビシックが最初というわけではない。ウィリアム・マードックは1784年から蒸気自動車の開発を行っており、1794年にはトレビシックに壊れて実験を見せている。 実際1797年から1798年にかけてマードックはレッドルースでトレビシックの近所に住んでいた。アメリカではオリバー・エヴァンズも同様の研究を行っていたがトレビシックがそれに気づいていた証拠はない。それとは別にグリフィン醸造所で主任技師として働いていたアーサー・ウールフも高圧蒸気機関の実験をしていた。 1796年頃には石炭消費量をかなり減らすことに成功している。息子フランシスによるとトレビシックは1799年にイングランド発の高圧蒸気機関を稼働させたという。単に複水器を排除しただけでなく、シリンダーを小型、そして小型軽量化をさらに進めていけば、貨車を牽引して動かすことも可能だと考えた。トレビシックは、 高圧蒸気機関の製作を開始し、当初は据え置き型で後には台車に搭載した。副動シリンダーを採用し、四方弁を使って蒸気を分配する。蒸気は垂直なパイプ、または煙突から直接大気に排出するので、複水器が不要で、ワットの特許も侵害しない。往復運動はクランクで直接円運動に変換し、面倒なビームは使わないようにした。 1801年のトレビシックによる蒸気自動車のデモンストレーションを記念した名番彼は鉱山技師の経験を生かして蒸気機関を用いた自動車の製作をはじめ、1801年には蒸気自動車を試作した。1801年、カムボーンで人間が乗り込める蒸気自動車を公開した。トレビシックはこれをバフィングデビル号と名付け、 同年のクリスマスイブに数名を乗り込ませて走らせることに成功した。いとこのアンドリュー・ビビアンがこれを操縦した。これが蒸気を動力源とする交通の世界初のデモンストレーションとされている。この出来事からコーンウォールの民謡カムボーンヒルが生まれた。その後も試験を続け、3日後に道路にあった溝を通り過ぎた後で蒸気自動車が故障した。運転手は 蒸気機関の火を消さずに自動車を放置し近くのパブで飲食した。その間に内部の水が沸騰し機関が加熱して壊れた。トレビシックはこれを重大な失敗とは考えずむしろ運転手の過失と考えた。1802年高圧蒸気機関の特許を取得。アイデアを証明するため1八百二年シュロップシャーのコールブルックレールで据え置き型機関を製作。 水位を一定にして、仕事量を測定した。この蒸気機関は145プシーという前例のない、ボイラー圧力で、毎分40回のピストン運動で動作した。コールブルックデール蒸気機関車の図面コールブルックデールでは次に、線路上を走行する蒸気機関車を製作したが、これについては、よくわかっておらず、実際に走行したのかも定かでない。 ロンドンのサイエンスミュージアムに図面とトレビシックが友人デービスギディに当てた手紙が残っているだけである。その設計はボイラーを格納した円筒が中心に水平に置かれた形である。フライホイールから片側の車輪に平ら歯車で動力を伝え、軸は直接ボイラーに設置されていて枠はない。図面ではピストンロットやガイドバーや クロスヘッドが過失扉の上にむき出しになっており、走行中に燃料をくべるのは非常に危険だったとみられる。なお、後のペナダ連合については図面が残っていないため、こちらの図面がペナダ連合のイメージとして使われ、レプリカもこちらの図面に基づいて制作された。ロンドン上記者。1803年、トレビシックとビビアンがロンドンで公開した。 パフィングデビル号では長時間十分な蒸気圧を保つことができなかったため実用性が乏しかった。そこで1803年、ロンドン蒸気車と名付けた新たな蒸気自動車を製作し、ロンドンのホルボーンからパディントンまでを往復。しかし馬車に比べて乗り心地が悪く燃料費が高くついたため実用化はされなかった。同じく1803年、トレビシックが製作し、 クリニッジで使われていた末置き型蒸気機関を使ったポンプが爆発し、4名の死者を出した。トレビシックは爆発の原因は設計上の問題ではなく操作ミスだと考えていたが、ボールトンワットはこの事故を高圧蒸気機関の危険性の懸念に大いに利用した。対策としてトレビシックはその後の設計に2つの安全弁を加え、一方だけを操作者が調整できるようにした。 調整可能な安全弁は、蒸気室の水位より上、ボイラーの頂上の小さな穴を覆う円盤である。蒸気圧によって加えられる力は、回転レバーに付属する重りの重さで操作される。レバー上の重りの位置は調整可能になっていて、操作者が最大蒸気圧を設定可能になっている。トレビシックはまた鉛の可用線を、 ボイラーの最低安全水位のすぐ下に設置した。通常運転では常にボイラー内の水に接しているので、水の沸点を超えることがなく、鉛は溶けない。水位が危険なまでに低下すると、火用線が蒸気に触れるようになり、水による冷却が得られなくなる。すると鉛が溶けて線に穴が開き、蒸気を過湿に逃がすので、蒸気圧が低下し火の勢いも弱まる。 操作者は、音が変化することで火用線が作動したことを察知でき、対処する時間を稼げる。また、ボイラー製作時に圧力試験を行うようにし、水銀圧力計を使って圧力を読み取れるようにした。ペナダ連合のレプリカウェールズ南部の町マーサーティドビルでは、製鉄業が栄え、鉄鉱石や石炭の運搬に鉄道馬車を使用していた。また、 製鉄所で製造された鉄製品を運河を使ってカーディフまで運搬していた。しかし、運河だけでは製品の輸送が追いつかなかったため、1802年にいくつかの製鉄所が共同して、マーサー・ティドビルから途中のアベルカノンまで運河に沿って結ぶ馬車鉄道を作った。1802年、トレビシックはマーサー・ティドビルのペナダレン製鉄所でハンマーを駆動する。 高圧蒸気機関を製作した。同製鉄所の所有者、サミュエル・ホン・フレーの監督が、同製鉄所の作業員リース・ジョーンズを助手として、その蒸気機関を台車に設置して、蒸気機関車とした。1803年、トレビシックはこの蒸気機関車の特許を、サミュエル・ホン・フレーに売却した。ホン・フレーは、トレビシックの蒸気機関車が10トンの鉄を牽引して、ペナダレンから、 アベルカノンまでの約 16km を運べるか、別の製鉄所の持ち主、リチャード・クローシェイト500ギニーの賭けをした。この賭けは大衆の注目を集め、1804年2月21日、ペナダ連合は10トンの鉄と5両の客車、それに乗った70人の乗客をアベルカノンまで4時間5分で輸送することに成功した。平均時速は約 3.9km である。 出発後、間もなくペナダ連合の煙突が低い端にぶつかって、破損し、その場で修理した、という記述も見られる。乗客には、ホンフレーとクローシェーだけでなく、トレビシックの尊敬する、デイビスギディア政府が派遣した技術者らがいた。ペナダ連合の蒸気機関は、コールブルックデールのそれとは、構成が異なる。ボイラーとシリンダーの配置を逆にしたので、過失扉と、可動部品は、 離れている。それにより、クランクシャフトが煙突側に配置されるようになった。キセルを一つ備えたボイラーが四輪の台車上に設置されている。一方の端に、ストロークの非常に長いシリンダーが一つあり、スライドバーに沿って、ピストンヘッドのクロスヘッドがあり、全体としては、さながら巨大なトロンボーンのようである。シリンダーが一つしかないので、大きな 弾み車の回転完成によって、一定の回転力を中央の歯車に伝え、そこから各動輪の歯車に力を伝達する。複水器を用いない高圧シリンダーを使っており、過失からの煙とともに蒸気を煙突から排出する。サラマンカ護本フレイはかけに勝った。成功の要因は線路の勾配が緩やかだったためである。当時、滑らかなレールに、 鉄の道輪を用いて自力で走行しようとしても道輪が滑ってしまうため実用にならないという認識があったようである。トレビシックの蒸気機関車はこの常識を覆したと指摘する記述も見られる。レールと車輪のみで走行する方法を粘着走行という。粘着による走行はトレビシックの成功以降も疑問視されていた。そのため、その後もしばらくは レールは車両の案内に使われ、別に設けられた歯車を走行に用いる蒸気機関車が見られる。ジョン・ブレン・キンソップが考案し、マシュー・マレーが製造したサラマンカ号がその一例である。トレビシックの機関車から9年後の1813年に、イギリスのウィリアム・ヘドリーが、再び粘着走行による蒸気機関車ワイラム・ディリー号、パフィング・ビリー号を製作し、 ようやくその知見が再認識された。その後粘着走行を一般化させたのはスチーブンソンであるとする説が有力である。蒸気機関車の走行には成功したものの、前途は多難だった。初の走行の際にもいくつかのトラブルに見舞われたが、一番の問題はレールだった。線路は機関約1 7 0ト、mm、ル中鉄製の L 型レールを使用していたという記述も見られる。 当時のレールは馬車鉄道用に作られており、脆い中鉄製レールを用いていた。そのため、機関車の重量に耐えられず、ほどなくして破損した。また、蒸気機関車にも、回転に、ムラがある、動力伝達用の歯車が破損する、大きな音を出す、などの問題を抱えていた。このため、蒸気機関車による運搬は3度ほどで中止され、馬車の牽引に戻された。 ペナダ連合も解体され、蒸気機関は元のハンマーク同様に戻された。このようにレールと蒸気機関車を用いた本格的な鉄道の実用化までには至らなかった。まだレールも蒸気機関車も開発途上にあり、今しばらくの改良が必要だった。マーサー・ティドビルにはペナダ連合の記念碑があり、その背後に石壁がある。これは オンフレーの屋敷の塀の一部である、ペナダ連合の原寸大の実動する複製が製作され、1981年にカーディフのウェールズ産業海運博物館に送られた。同博物館が閉館すると、スーンの国立ウォーターフロント博物館に移された。年に数回、屋外に設置された40メートルの線路を走行する実演が行われている。 ニューカッスル・アポンタイン近郊のウィラムの炭鉱主、クリストファー・ブラケットは、ウェールズでの蒸気機関車の噂を聞き、トレビシックに蒸気機関車製作を依頼する手紙を書いた。手紙は、トレビシックの代理人、ジョン・ホイット・フィールドが受け取り、おそらく世界初の輪縁付きの車輪を装備した蒸気機関車を製作した。ブラケットは、木製の線路を使用したため、この時も、 トレビシックの蒸気機関車は重すぎて実用にならなかった。トレビシックの蒸気機関車、サーカス1808年、トレビシックは新たな蒸気機関車を製作し、キャッチミーフーキャンゴと名付けた。実際の組み立ては、シュロップシャーのブリッジノースで、ジョン・ヘイズルダインとジョン・アペスラストリックが行い、デイビスギギの娘が名付け親となった。この機関車は、 ペナダレンで走った、それとは異なり、シリンダーを縦に積み、動力伝達は、歯車ではなく、ロッドであった。この機関車を、ロンドンで円形に敷いたレールの上を走らせた。考古学的調査により、現在のユニバーシティカレッジロンドンの中心的建物であるチャドウィックビルディングの立っている場所に、レールがあったことが明らかとなった。 乗車量も含め入場料1シリングを徴収しつつ、蒸気機関車が馬よりも高速であることを広く知らしめようとした。名前に反して速度は時速8キロほどで、走れば楽に追いつけるほどであったという。やはり線路の強度不足が問題となり、あまり評判にもならなかった。その結果に落胆し、トレビシックは蒸気機関車開発から身を引く。トレビシックは 高圧蒸気機関の応用を広げる研究開発を行った。カノン法製造における王道専攻、岩石発災、圧縁、炭造用ハンマー、航路のブロワーなどである。外輪を取り付けた橋系や春節船なども製作した。そしてテムズトンネルというロンドンでのプロジェクトに参加する機会を得て、妻と4人の子を説得して1808年から2年半、ロンドンに住んだ。 1805年、テームズ・アーチーウェイ・カンパニーは、ローザ・ハイズにテテムズ川を横断する、家庭トンネルを掘るプロジェクトの責任者に、コーンウォール出身の技師、ロバート・バジーを選んだ。しかし、深刻な水漏れで作業は全く進まなくなり、トレビシックがコンサルタントとして呼ばれた。全長366メートルのトンネルを、完成できたら、トレビシックに1000ポンドを支払うという約束がなされた。 1807年8月、トレビシックは、先進シルベコとして高さ1.5メートル、幅が0.9メートルから0.75メートルに、先細りになっている穴を掘り始めた。12月23日、285メートルまで掘り進んだところで、水が流入してきて遅延が生じ、わずか1ヶ月後の1808年1月26日には312メートルまで、 掘り進んだところでさらに重大な浸水が発生した。トンネルは水没し、最後まで中にいたトレビシックは危うく溺れかけた。大量の粘土を川床にかぶせて、水漏れを防ぎ、トンネルには排水設備を導入したが、掘削は難しくなった。進捗は行き詰まり、トレビシックを避難する声も上がったが、イングランド北部から来た二人の炭鉱技師は、トレビシックのやり方を指示した。 中鉄管を家庭に沈めるなど様々な工法を提案したものの会社はトレビシックとの契約を打ち切りプロジェクトは頓挫した。完成、編集テムズ川の家庭トンネルを最初に成功させたのはマーク・イザムバード・ブルネルとイザムバード・キングダム・ブルネルの親子でトレビシックらが掘った場所より4分の3マイルほど上流でのことで 1823年から1843年までかけて完成させた。これほど長期にわたったのは資金難で工事が進められなかったためだった。トレビシックが提案したチンマイトンネルが初めて採用されたのはミシガン州のデトロイト川を横断するミシガンセントラル鉄道トンネルでのことでニューヨークセントラル鉄道の技術担当副社長ウィリアム・ J ・ウィルガスが建設を指揮した。 1903年に着工し、1910年に完成している。1930年に完成したデトロイト・ウィンザートンネルは自動車同様としては初めてチンマイトンネルを採用した。香港の港湾にもチンマイトンネルがある。1808年、トレビシックはロバート・ディキンソンという商人と会社を設立し、ディキンソンの支援でいくつか特許を取得した。 最初の特許は、蒸気機関で駆動し外輪で推進するクレーンを備えたタグボートに関するものである。しかし、鳩場での柿仕様が問題とされ、石炭に上げ会社が仕事を奪われることを懸念して反対し、トレビシックは命を狙われそうになった。もう一つの特許は、それまでの船が木製の樽で貨物や水を運んだのに対して、鉄製のタンクを船に設置するというものである。 それを実用化するため小さな工場を作って3人の行員を雇った。このタンクはナンパ船の元に設置して空気を送り込み浮力を発生させて沈船を浮かび上がらせるのにも使われた。実際1810年にこの方法でナンパ船を浮かび上がらせたが選手が支払いを渋ったためトレビシックは縄をほどいて再びその船を沈めてしまった。 1809年には船を改良する様々なアイデアを考案している。鉄製の浮きドック、鉄製の船、伸縮自在な鉄製マスと、船の構造そのものの改良、鉄製不評、船の推進用ボイラーの熱を調理に流用する方法などである。1810年5月、チョーチフスに感染し死にかけた。9月には回復し、船でコーンウォールに戻り、 1811年2月には、ディキンソンとの会社の倒産を宣言した。この借金を生産したのは1814年のことで、ある。コルニッシュボイラー1812年頃、コルニッシュボイラーを設計。円筒を水平に置く、形のボイラーで、路頭は円筒状で一本である。燃焼ガスは、路頭を通り、周囲の水と広い表面積で接し、 水を効率的に熱する。ボールトンワット製のポンプ用蒸気機関のボイラー部分をこれで置換し、効率を倍にしている。同じく1812年、複水器を備えた新たな高圧蒸気機関を試作。これはコルニシュ機関と呼ばれ、当時世界的にも最も効率が良かった。同年、農場での脱穀に使用する。 複水器のない別の高圧蒸気機関も製作している。これは従来の馬を駆動力とした脱穀よりも安くつき、大いに成功した。70年間使われ続け、その後、サイエンスミュージアムに展示された。トレビシックの珍しいプロジェクトとして、西暦50年頃アレクサンドリアのヘロンが作ったアイオロスの玉によく似たリコイル機関がある。中空の軸に、 ボイラーからの蒸気を送り込み、ホイールの表面に開いた穴から蒸気を噴射させて、ネズミ花火のように回転させる仕組みである。最初に試作したものは直径4.6メートルのホイールを使い、その後直径7.3メートルのホイールを試した。利用可能なトルクを得るには蒸気を高速に噴射させる必要があり、期待した効率は得られなかった。これは、 今日の半導式蒸気タービンの原型である。ペリューのセロで、パスコの標高4267メートルの場所に銀鉱山があった。1811年、その鉱山の技師フランシスコ・ユビルは、鉱道の排水問題に悩まされていた。ボールトンワット製の低圧蒸気機関は、その高度ではほとんどパワーを発揮できず、しかもラバでその高度まで運べるほど細かく、分解できなかった。 そこで、トレビシックの高圧蒸気機関が使えないか確かめるため、ユビルはイングランドへ派遣された。彼は2ニーで1台購入して現地まで輸送し、非常に満足できる結果となった。ユビルは1813年に再び、イングランドに行こうとしたが、途中で病に倒れ、ジャマイカで足止めされた。回復すると、ファルマス行きの船フォックス号に乗ったが、そこにたまたま、 トレビシックのいとこも乗り合わせていた。トレビシックの家は、ファルマスから数マイルの場所にあり、トレビシック本人と会うことができ、プロジェクトについて説明した。1816年10月20日、トレビシックは、ペンザンスにて、捕鯨船アスプ号に乗り込み、法律家とボイラー技師と共に、ペリューへ向かった。当初は、ユビルに歓迎されたが、間もなく仲たがいし告発されるに及び、 トレビシックはセロデパスコを去った。その後は鉱山技術のコンサルタントとしてペルー各地を転々とした。政府から一定の採掘権を与えられたが、そのための資金がなく、カハタンボの土および銀の鉱山にたどり着いた。一時キシモンボリバルの軍に徴用されたが、カハタンボに戻った。しかし、スペイン軍と解放軍の衝突が続き、情勢が不安定となったため、 採掘済みの5000ポンド相当の功績を残したまま、避難せざるを得なくなった。ユビルが1818 18年に亡くなると、トレビシックはセロでパスコに戻って、採掘を続けた。しかし解放戦争の影響でペルを離れ、一旦イングランドに戻っている。すると、コーンボールで採取を放っておいたとして訴えられた。セロでパスコを離れた後、エクアドルを通過して、 コロンビアのボゴタへ向かった。1822年にはコスタリカにたどり着き、工業機械の開発をしようとした。鉱石や機器を輸送するための実用的ルートを探すのに時間を費やし、川と鉄道を使うルートを考えた。トレビシックの息子が書いた電気によれば、馬車鉄道ではなく、蒸気機関車の鉄道を考えていたという。この時、トレビシックの仲間は、 スコットランド人の山氏ジェームズ・ジェラードと二人の若者ホセ・マリア・モンテア・レグレと、その兄弟マリアーノで、ジェラードは彼らをロンドンの学校に入学させるつもりだった。他に七人の現地人が集まったが、そのうち三人は彼らを案内しただけで去っていった。その旅は非常に危険に満ちていた。一行のうち一人は急流に飲まれて、行方不明となっており、 トレビシック自身も二度ほど死を覚悟したという。一度は溺れかけたところをジェラードに助けられ、二度目は現地人と喧嘩してワニをけしかけられ、食われそうになった。カルタヘナにたどり着くと、そこで故郷に帰ろうとしていたロバート・スチーブンソンと再会した。二人が以前に会ったのは、スチーブンソンはトレビシックに故郷に帰るための資金として50ポンドを渡した。 1827年10月、ファルマスに到着した時には、衣服以外にはほとんど何も持っていなかった。その後、コスタリカに戻ることはなかった。先輩の発明からがやったようにトレビシックも議会に補助金を請願したが、その試みは失敗に終わった。1829年、垂直のキセルボイラーを備えた、閉会路の蒸気機関を製作した。1830年、 小型キセルボイラーと熱気相関を組み合わせた蓄熱式暖房システムを考案。ボイラーが沸かしたお湯の入ったコンテナを移動させることで好きな場所を温めることができる。1832年の改革法成立を記念して、トレビシックは高さ300メートル、根元の直径が30メートル、先端の直径が3.6メートルという巨大な円柱の記念碑を設計。頂上には、 馬の長像を置くとした。3メートル四方の中鉄板1500枚を使い、総重量は6000トンになっただろう。この提案にはかなり注目が集まったが、結局気づかれることはなかった。同じ頃、ダートフォードにて、ジョン・ホールという人物から建造中の船のエンジンの開発に招かれている。これは、半導式蒸気タービンに関する仕事で、トレビシックは1200ポンドの報酬を得た。 死没地ダートフォードにある記念名版ダートフォードで働き始めて約1年後、肺炎になり、当時宿泊していたホテルで寝たきりの状態になった。そして1週間後の1833年4月22日の朝、亡くなった。無一文で病気になってから親族や友人が見舞いに来ることもなかった。ジョンホールの会社の同僚らは葬儀費用を集め、葬式を出した。 また、その頃死体売買が行われており、死体泥棒がよく出たので、夜間の墓の警備の費用も彼らが出した。トレビシックはダートフォードの墓地の普通の墓に埋葬された。この墓地は1857年に閉園となり、1960年代には墓石も撤去された。記念名板が掲げられているのは墓があったと思われる場所である。カムボーンの公立図書館脇にある、 トレビシック像、カムボーンでは、公立図書館の脇に、蒸気機関の模型を持ったトレビシックの像がある。これは1932年、ケントコー・ジョージが数千人の観客の前で除幕した。2007年3月17日、ダートフォードの自治体が、トレビシック協会の会長フィルホスケンを招き、トレビシックの死没地を記念した、ブループラークの除幕式を行った。 このブループラークはトレビシックが亡くなったホテルの正面に掲げられている。教会にもプラークが掲げられている。カーディフ大学にはトレビシックの名を冠した建物や図書館がある。ユニバーシティカレッジロンドンの建物の壁にはキャッチミー・フーキャン号が1808年に走っていた場所を記念したプラークがある。 ウェストミンスター寺院のステンドグラスにある最古のコーンウォールの旗はトレビシックを記念したもので1888年に描かれた。その窓には一番上に聖ミカエルが描かれ、その下にコーンウォールの9人の聖人が描かれている。そのうちストリートピランの顔がトレビシックになっておりコーンウォールの旗を持っている。アベルカノンにも記念名板や彫像。 トレビシックの名を冠した建物がある。パフィング・デビル号のレプリカカム・ボーンでは、トロビスック・デーという祭りを毎年開催している。2001年から、パフィング・デビル号のレプリカを先頭にしたパレードが恒例となっている。2011年4月13日、生誕240周年を記念して、Google イギリス版のホームページのロゴが特別バージョンとなった。後世への影響。 編集彼の孫二人は、明治の日本にお雇い外国人として招かれ、鉄道技術の指導に当たった。その一人であるリチャード・フランシスト・トレビシックは、初の日本国産蒸気機関車となった国鉄860、軽蒸気機関車の製作を指導している。もう一人は、フランシス・ヘンリー・トレビシックである。トレビシック協会は、産業考古学の先駆け的な組織で、 コーンウォールのレバント鉱山の廃棄されようとしていた巻き上げ用蒸気機関を保存することを目的として設立された。解放や開始、書籍などを出版しており、コーンウォールの技術史や工業史、産業遺産などを扱っている。ありがとうございます。